寒い。さあ、安藤さんの東北支部リポーターの牧田由香です。今日は東北を飛び出してなんと帯広にやってまいりました。ここは十勝帯広空港です。私がここをなぜ北海道に来たかというと、勝手にプレゼンサウナツアー in 北海道です。イエーイ。帯広で、1泊2日でこうサウナを巡るならみんなここに行ってよっていうちょっとツアーを私今日組んでみたんですよ。私も北海道そんなにいっぱい来たことないし、なんなら帯広は初めてなんですよ。なので、やっぱりちょっと私一人だと心細いので、とっても強力な助っ人に今日は来ていただいて、一緒にサウナを巡っていこうと思うんですが、この辺で合流のはずなんですけど、もしかしてこれは柱に擬態しているひとみ姉さんじゃないですか？ゆうかちゃん。やったー、ひとみさん、久しぶり。お久しぶりです。待ってたよ。擬態して待ってくれたんですね。柱になっちゃった。でちょっと今日私ツアーを、帯広でサウナを巡るならっていうので、ちょっと下調べとかいろいろしてきて、どうやら今回アバントっていう、もうご存知ですか？もちろん知ってますよ。さすがです、ちょっとそれを私、体験したことがないので、ちょっといろんな情報を頼りにちょっと絵を描いてきたんですよ。アバントは私的にこんなんじゃないかなっていうのを描いてきたんですけど、じゃじゃん、じゃじゃん、こんな感じです。どうですか？意外といいよ。アバントって言われたらアバントだわ。お、わかります？湖があって、そうですね、木が生えてて冷たーみたいな顔してるもんね。伝わってる。でもね、実物は、そうなんですよね、実物はもう全く未知なので、こんな感じだろうっていうアバント体験しに行きます。やばっ。何が起こってるかよくわかんない。すごい気持ちいいです。怖いものない気がします。最強になった。さあ、先ほどの十勝帯広空港から車で1時間ぐらい走って、ここでアバントが体験できるということで、やってきました。できました。ここがくったり温泉レイクインですね。アバントなるものがはい、あるみたいなんですけども、できるんですよ。お、なんか整ってる旗がいっぱい出てきます。本当だ、すごい煙突がさ、いっぱいあるから、これなんかすごい量の煙突がありますけど全部サウナってことですか？前にアンドサウナでもアバントしに来てるんだけど、なんかその時よりもサウナが多い気がする。やっぱパワーサウナ増えてるよ。よいしょ。なんか私が前に入ったのは、この水牛サウナだった。水牛か、何だろうって思いました。とてもサウナみたいな、コンクリートサウナもあるし、これお風呂なんですか？あ、本当だ、あったかな。嬉しい、お風呂ある。すごい、めっちゃいろんな種類ありますね。めちゃくちゃサウナがある。 でサウナを出たら、これってことですか、もしかして？私普通にただのなんか平地だと思ってたんですけど、ありました。なんか、しかもご丁寧に階段までついてますよ。もう飛び越えと言わんばかりの階段がついてます。これパリーンとかなんないんですか？大丈夫なんじゃないかな。ちょっと待って、中華料理屋さんですか？回ってるね。回ってませんよ、く見たら。回ってるね。大変です、凍ってますよ。これ早く多分飛び込まないと凍っちまいますよ。ちょっと表面凍ってるじゃん。ダメですよこれ、早く。
回はこのコンクリートでできているクベルのサウナに入ってみましょうか、はい、お邪魔します。よいしょ、すごい。このコンパクトなちょっと四角いタイプのサウナって私多分初めてな気がするんですけど、うんうん、外側がコンクリートでできていて、うん、で北海道で作られてる、うん、あ、そうなんですね。サウナなんだよね。そう、今日のこれはストーブも電気ストーブなんだけど、うん、薪にもできるし、うんうん、すごい。結構ね、最近かなり注目のコンクリートサウナです。コンパクトだし、なんかおしゃれだしでいいですよ ね。なんかすごいスタイリッシュなデザインで、うん、なんて言ったってこの窓がやっぱりいいですね。遠くの方とか見ると凍ってない部分もあるんだね、くったりこが。わあ、今だけだね。今だけですね、うん、でもなんかかなり温まってきた。結構ね、ストーブの真横にいるせいか、ね、かなり来てます。じゃあロウリュしてみます。できますね、ロウリュ、うん、おお一瞬で本当にすぐだったね、今ね、はい、早かったです。天井も高すぎないし、大きさもちょうどいいから、これくらいの量で一気に来ますね、はい、全然ちょっとしかかけてないです。うん、うわー、なんかやっぱり水風呂ってこう、うん、16度とか18度とかの適温のものもあれば、うん、ほんとシングルっていうこう10度以下の冷たいのもあるじゃないですか、うん、今日みたいな。私もちょっとこう入る前とかにこう水風呂チョンってしたりして、やばい冷たいなるとちょっと一歩引いちゃう感じがあるんですよ、うん、サウナ室で自分の足の指を触って、うん、足の先まで温まってるかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事にしてます。なるほど、ここが一番温まりにくい場所ではありますもんね。で、ちょっと心拍数が上がってきたなと思ったら、よしっていうチャンス、まあ、いつもより冷たい水に入るわけですからね、はい、いつもよりちょっと長めに温めた方がいいかも。わー、わかりました。ちょっと限界突破ぐらいまで入ってみます。行ってみよう、はい。じゃあ行くぞ、バント。ちょ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 。ああ、今が一番気持ちいいよ。もう生きて帰ってきました。あ、いたいた。だぞ。バント待ってるぞ。待ってろよ。行きます。行きましょう。行け。わあ。いきますよ。やばい。気持ちいい。もういいわ。もういいわ。そこ一番やるのがゆうかちゃん。ありがとうございます。じゃあ私もいただきます。やばい。違う、これ人見さん映すと良くないですよ。これ普通の水風呂みたいに映っちゃうから。気持ちいい。いやいや違う違う。これ良くないです。私なんか私のギンギンに冷たかったの嘘みたいにちょっと思われちゃうから。冷たいよ、あのね。よし。でも不思議とボッカウンいらないぐらい寒くないんだよね。そうなんだよね。自分の体が超意味わかんないです、うん、なんかあの言えない本当に。じゃあシャキッとしたから回ってみようか、はい、そう、私たちも参加します、うん、参加しよう。やれた。なんだこれ。想像以上に回ってます。やばい。あ、目が回ってんのか自分が回ってんのかわからないね。分かんないです、はい、何が起こってるかよくわかんないです。すごい気持ちいいです。もうちょっとでなくなっちゃいます、私の体が。消える。消えます。北の大地に、はい、北の大地に多分帰ると思います。巻きというか消えていく、はい、多分めちゃくちゃ北海道に居続けようとしてくれてるじゃん、はい、戻って帰りたくないぞ。落ち着いてくると景色も楽しめるね。はい、すごいこの北の国って感じがします。本当だよね、ザ北の国っていう、うん、なんかくったりこはさ、ダム湖なんだよね、うん、
あの向こうに、そうなのそうなの、あれですか、なんか謎の建物があるなって思ってたんですよ。なんかあれなんだろうって思って。ですね、そういうことなんですね。渓谷っぽいこう感じだけど、うん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 、にしては広すぎるなっていう、ね、なんか不思議な光景ですね。今回ってるじゃないですか。うん、回るといえばですよ、私あのずっとクラシックバレエをやってて。あ、そうなんだ。まあ、そうなんですよ、ちょっとバレリーナみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、せっかくなんでちょっと回ってみよう。あ、回ってみる、はい、え、ゆかちゃんバレリーナ、はい、私バレーボーラーなんだよね。あ、ボールの方ですね。そう、なるほど、うん、同じようなもんですね。よし、ちょっと、はい、ちょっと私も回る。じゃあ、ちょっと回ってみますね。回ってみるか、はい、回るってこと、まあ、内回りなんで、うん、そうだね。私も、あ、そういう、あ、バレリーナ、私は失礼します。アバと体験してきて、はいはい、その次に、うん、なんかこうプライベートビラが、そうなの、おあるそうですね。できたんですよ。わー、楽しみ。ということで、はい、こちらですね。着きました。おー、素敵だよね。早速じゃあ、うん、入ってみ、行ってみましょう、行ってみましょう。中も気になる。いい感じ。いい感じ。おしゃれ。あ、めっちゃ広いよ、本当に。窓めちゃめちゃ大きい。すごい。あ、広い。いいね。やだ。素敵すぎる。ベッドも大きいのが並んでるし。ハンモック。ハンモックがあります。くっついてるでしょ。もしかして。わお。わお。景色もいいよ。わ、すごい。おお。いいよ。おお。うん。あ、綺麗ね。あ。ちょっと待って、サウナっぽいもの見つけました。見つけました。アロマあるね。こっから選んで、あ、使えるんだ。スイッチに、こっちの方が、あ、じゃじゃーん、お風呂場。お風呂場、あれはさ、水風呂でしょ。もう張ってますね、順番だんだん、ね、そして奥の扉がきっとサウナだね。なんかちょっともうサウナの香りしてるもん。絶対あります、うん、だってここにしかもうこういう、あ、温度がこう調節できる、ね、見つけちゃったんですよ、はい、絶対サウナです。絶対サウナです。じゃあちょっと着替えますか。着替えていきましょう、うん。光も入ったりして、その時の天気でなんか気分も変わりそうな気がするから好きです、うん、確かに、うん、そして立派なサウナストーブ、うん、来たね、来たね、来たね。パワーがすごいです。サウナストーブぎっしり入ってますもんね、うんうん、じゃあちょっとロールしてみますか。してみますか。なんかさっきさ、はい、外でアロマ選べたよね、はい、そうなんですよ。今回は4種類の中から松ですか、うん、松の香り、松の香りにしました。よし、いきますよ。じゃあお願いします。はい、いきます。すごい音が、あ、もう来てるよ。すごいすごいすごい、うん、おお、おお、すごい。あ、あ、なんかさ、はい、背中側にめっちゃ蒸気来てる、うん、本当だ、すごい。あ、いい香りしてきた。いい香り、うん。松ってこういう香りなんですか。なんかね、なんだろう、すごい新品の家具の匂いみたいな。あー、はい、まさに木って感じの香りだね。木って感じの、すごい、うんうん、
いい匂いか。外気浴に早速行きますか。行きましょう。見えてるんですよ。そうなの。はい、ここからすごいよね。はい、わー、すごいね。気持ちいい空気が。ちょっと待って、風めっちゃ気持ちいい。ね、わー、こっちがもうぐったりとかね。ぐったりこがぐったり。なんでもないです。ぐったりぐったりしてます。はい、おー、澄み切った空気っていう感じが、うんうんうん、するよね、はい、なんかね、なんか呼吸すると本当にスッってなんか、うんうんうん、何のつかかりもなく肺に入ってくるような空気、すごい帯広の空気。まあ、今回私あのアーバンとさっき体験したじゃないですか、うん、初めて体験して、多分私水風呂最強になったと思うんですよ。もうあれよりだって冷たい水風呂ってもう絶対、絶対じゃないかもしれないですけど、ほぼないじゃないですか。ないよ、あれはもう本当に1度とか1度以下だからね、はい、怖いものない気がします。最強になった。最強になっちゃいました。福島帰ってももうかかってこい。ちょっと苦手だったんですけど。あ、そうなんだ。冷たすぎる水風呂ってやっぱりもうできるだけ早く上がりたいって思ってましたけど、あれはいけます。整いレベルがなんか上がった気がします。私のここに来てレベルアップ。嬉しい。この勝手にプレゼンサウナツアー in 北海道が、うん、これまだもうこんなに満喫してますけど、まだ一つ目なんですよね。そうなんだよね、一箇所目なんだよね、まだね。これまだまだもっとすごいのが待ってるってことですよね。いや、すごいよこれは。はい、楽しみだな、はい、いや私もまだまだどんな体験ができるのかが楽しみです、ね、どうなっちゃうんだろう。楽しみ。ミルクサウナなるものを、こんなレインボーな整いある？チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。サウナー。愛するのんびり屋のクマ、さくまくん。砂丘という星でちょっと個性的な家族と一緒に住んでいる。一家に訪れる大抵の難しいことはいつもサウナが解決してくれるのだ。 YouTube の&サウナチャンネルにて配信中、見てね。Now my wheels in motion and my windows open.